外交の計画で気をつけること3選ということで、ネットの情報とかでこのぐらいでできるだろうっていうスタンスの感覚とやっぱだいぶ皆さんずれてきてしまっているので、そういう周辺状況っていうところは一番気をつけたいポイントですね。とりあえずって買ったものとか、とりあえずって言って使ったものって、まあほぼね1年以内に使わなくなるんですよね。ことみグループ今川です。ことみグループ山室です。社長、はい、今日は一体何を教えてくれるんですか？はい、今回はですね、外交計画で、気をつけること3選ということで、はい、YouTube っぽいの来ましたね。はい、結構気をつけることっていっぱいあると思うんですけど、はい、3つどんなのがある？そうですね、まず本来ならばそもそもお家の間取りを考えている段階でご相談されることが一番ベストなんですけど、まあ、なかなかこういう考え方をまだ浸透しきれてないので、まあ、それをちょっと場外視して3つ挙げさせてもらいたいと思います。はい、はい、そこお願いします。はい、じゃあまず1つ目バンまず、予算、もうここはしっかり抑えておいてもらいたいですね。まあ、そう、なんでかというと、まあ、やっぱり今あの材料のもう高騰も凄まじく、こうね、もう何段階もこう何パーセントずつ上がりますみたいな状況で、今まあまだ、まあ、今だいぶこう収束してきてるんですけど、まだこれ以上上がる可能性もやっぱりあるというところと、まあ、その早めにこう何か今ネットの情報とかでこのぐらいでできるだろうっていうスタンスの感覚とやっぱだいぶ皆さんずれてきてしまっているので、なるべくこう近場の工務店さんだったり外交屋さんに、とにかく家の計画の段階でこう予算取りをしてもらえるのが一番ベストです。まだ建物ができてなくても聞きに行っちゃっていいんですか？はい、あ、もうぜひ。もうこれは建物が建ってない段階で、まあ、建物の予算取りをすると思うんですけど、まあ、そこの建物の予算取りと一緒にやっぱりその建築屋さんはどうしてもお家にお金を使ってもらいたいっていう思いもあると思うんですが、やっぱりこうお家が出来上がって、この土台がしっかりこの周りができてないと、まあ、ものすごいかっこいい家を建ててもやっぱりどうしてもかっこ悪くなっちゃうので、ぜひそこは気をつけていただいて、まあ、早め早めでお見積もりを取るようにしてください。まあ、最後の最後でそうですよね。なんか実は何百万もかかるんだって分かってももうどうしようもできなくなっちゃいますからね。そうなんですよね。まあ、昔、まあ、正直ちょっと、ね、土間を駐車場1台分打って、アプローチを少し作って木の門柱を立てて、まあ、ちょっとブロックフェンスをやってっていうのが、まあ、100万円前後でできたと思うんですけど、やっぱり今もうコンクリートの値段とか、もう二次製品の値段も上がってるので、昔100万円でできたものっていうのが、やっぱだんだんこうできなくなってきてしまってるので、まあ、そのあたり本当にお見積もりを早め早めで取っていただいた方が、家のね、こう全体を作るにあたっても、外交も家のそのお家の計画にしっかり組み込んで、行うことが一番ベストです。わかりました、はい、みんなにしっかり言っておきます。はい、お願いしますじゃあ2つ目ですね、バン、周辺状況。周辺状況、はい、周辺状況って何のことですか？いや、もうたくさんあるんですけど、ここも一番押さえてもらいたいポイントをちょっといくつか話しさせてもらいますね。まあ、その建物自体が、まあ、こう角地にあるのか造成地にあるのかで、そこの中でもやっぱり計画が変わってきますし、その前面道路ですねが交通量が多いとか少ないとか、まあ、人通りが激しい激しくないとか、駅に近いとか、あとは近隣の状況、ちょっとお隣さんと仲良悪くなりそうだなとかまあ、ここはリフォームの場合ですけどね、そういう近隣のこともしっかり僕らはお聞きしますので、まあ、そういう周辺状況っていうところは一番気をつけたいポイントですね。これって僕らが考えてもなかなか思いつかないと思うんですけど、うん、はい、もうなんか細かくなんかこう周辺はこうでみたいな、隣との
感覚が狭くてみたいな、はい、そういうのって全部調べてお伝えした方がいいんですかね。実際はあと僕らもその、まあ、計画段階、まあ、建物の計画段階からで言うと、まあ、ある程度こう、まあ、間取りが決まってきましたぐらいの段階で相談するよりは、まあ、間取りを決める段階から僕らが入るとか、まあ、そういうふうにして、まあ、お隣さんが、まあ、建物があるのか、はたまた隣が道路なのかとか田んぼなのかとか、そういうところも結構重要なので、まあ、その周辺状況に関してはその計画段階で僕らが一緒に入って、ここはこうですよ、ああですよってアドバイスをしてますね、僕は。わかりました。はい、まあ、もうじゃあとにかくやっぱりここも早めに相談してくださいと。もうとにかく早め早めです。わかりました、みんなに言っておきます。はい、お願いしますじゃあ次3つ目ですかね。これ3つ目すごい言葉なんですけど、よろしいですか。はい、皆さん覚悟できてます。バン、とりあえずをやめろという一言ですね。とりあえず、とりあえず、皆さん結構とりあえずって使わないですか。そうですね、うん、とりあえずあそこ行っとくとか。そうですね、とりあえずこれ買っとくか。はい、まあ、実際山室くんお家建てて外交やるとき、はい、とりあえずっていう言葉って何回使ったか覚えてます。いや、もう数え切れないぐらい使ったと思いますねそうですよね。まあ外交、山室くん家の外交の中でもどうですか、そのとりあえず何ちゃらみたいな。そう、とりあえずって言ったので、うん、すごい後悔してるっていうと、うん、2つあって、はい、とりあえずカーポートつけとくか、はいはいはい、カーポート、はい、もう全然意味なくて、はい、体濡れるし、はい、車は汚れるし。そうだよね、うん、だったらつけないか、うん、もっと大きいものにすればよかったな。あ、そうなんです。ここはとりあえずやめろっていう言葉なんですけど、もう本当にとりあえずウッドデッキ欲しいとか、とりあえずカーポート欲しいとか、とりあえずここお隣さん見えたくないから、とりあえず高めのフェンスとか。実際これ僕ヒアリングしてる中で、ほぼ採用しないです。これなんでかっていうと、とりあえずって買ったものとか、とりあえずって言って使ったものって、まあほぼね1年以内に使わなくなるんですよね。まあ、実際これ僕はこの外交じゃなくて、僕の自身の建物を建てるときに、まあとりあえずバルコニーあった方がいいかって、まあ、うちの奥さんが言ったんですけど、いや俺はいらないんじゃないかなって思ってたんですけど、まあそこはまあバルコニーやっぱね広いの欲しいんで、まあじゃあとりあえずつけるかっていう話でつけたんですけど、もう住んで3年なんですけど、多分ベランダ、バルコニーに出たの1回しかないですね。ベランダってなかなか出ないですよね。そうなんです、だからいらないんですよね、やっぱりとりあえずっていうのは本当にいらなくて。もうだからとりあえずカーポートをさっき言ったようにつけて、じゃあね駐車場から玄関まで行くのに、まあ、どうせ雨濡れるでしょっていうところと、そしたらまあ車を止める配置を変えるとか、あと人がこう歩く動線を変えるとかして、雨が濡れないような、その敷地に入ったところから雨が濡れないような状況を作ってあげるっていうのが僕らの仕事なので、まあ基本とりあえず見積もりくださいみたいなのはもう僕は断っちゃってます。はい、なるほど、はい、僕逆に後悔したのが、はい、とりあえずここは高いし砂利でいいかってコンクリートにしなかった部分があるんですけど、はいはいはい、もう今めちゃくちゃ不便で、はいはいはい、もう本当になんかもう、でも今から後からコンクリートを打つっていうとまた一から全部費用がかかりますけど、うん、そうですね、この時のじゃあプラス5平米かマイナス5平米かって、はい、そんな大差ないじゃないですか。まあそうですね、とりあえずは本当に失敗したなって、もう今でもバイクの通り道なんですけど、うん、もう本当に毎日後悔してますね。そうね、あの砂利一回ど真ん駐車場入ってど真んなってるのに、もう一回砂利を越えてバイクだもん、バイクの走行だもんね。もうそうだから、そこをもうとりあえず、まあ、ほんと5平米ぐらいだと思うんですけど、じゃあ純粋なそのコンクリートがねちょっとかっこ悪かったら、少なくてもその砂利じゃなくて、もうちょっと砂利とコンクリートの間ぐらいの製品を引いてみるとか、そういうところがすごい大事になってくるので、もうとりあえず、うん、何かをする、とりあえずこれをつけるっていうのは皆さん考えなくていいですね。もうああしたいこうしたいと言ってもらって、僕らがそれを考えてご提案するっていうのが一番やっぱベストなので、そうしていただけると
ありがたいです。ちなみに琴美建設に相談に来て、はい、とりあえずって言ったら怒られますか？いや怒りはしないんですけどまあだからその目的ですよね。じゃあなんでとりあえずウッドデッキが必要なんですか？じゃあ子供と、まあ、遊ぶかもしれないかもしれないとかね。いやそうだな、カーポートをつけて車を、まあ、とりあえず守りたいみたいな。でもそれって実際守れてますかっていう話と、やっぱちゃんとしたその目的がないと、やっぱつけても全く意味ないので、じゃあカーポートとりあえずつけます。だけど、雨にどうしても、ね、やっぱり外のものは濡れちゃうので、じゃあそこにサイドパネルをやりましょうとか、今だとね、ちょっとかっこいいタイプの SC とかですかね、リクシルさんの。ああいうタイプもやっぱどうしても濡れちゃうので、じゃあその横に少しこう塀を立てるとか、まあ、そういうことをして少し雨をしのぐっていう方法もあるので、とにかくとりあえずはやめてください。そこで何をしたいかっていうのを明確にしてくればいいですかね、うん、はい、そうですね、はい、はい、分かりました、ありがとうございます。はい、まあ、ということで、今回3つ、外交の計画で気をつけること3選ということで、まず1つ目予算、2つ目周辺状況、3つ目とりあえずをやめろ、はい、この3つ紹介させていただいたんですけど、もちろんこの他にもたくさん気をつけることあるんですけど、まあ、一番まずここの3つを押さえてほしいというところで、ご紹介させていただきました。今回外交って本当に見えない部分がすごい多くて、まあ、建築と外交ってこう何が違うのかなって見た時に、建築ってやっぱりこう水平垂直のこの基礎の上にものを建てていくんですけど、やっぱ外交はそこの下から、まあ、僕ら地球と戦ってるんで、その下からどうしても積み上げていくので、まあ、そこがやっぱり少し建築と違うっていうところだと思うので、皆さん外交はこう愛にできるとか、やっぱ昔からのこの風潮で外交って100万あればできるでしょっていうスタンスはもう今の時代にちょっと通用しなくなってきてしまってるので、皆さん間取りを考える段階とか家を買う段階、もうはたまたもう土地を探してる状態から相談していただくのがベストだと僕は思っているので、皆さんぜひ、はい、そのタイミングでご相談いただければと思います。ということで、僕の今の3つですね、参考になったと思った方がいましたら高評価ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。